10日のニューヨーク株式市場3指数はまちまちの展開となりました注目されていた4月の消費者物価指数は1年前と比べて4.9%の上昇と市場予想を下回りましたインフレペースの減速は10ヶ月連続ですエネルギーは5.1%のマイナスでしたが1年前はロシアによるウクライナ侵攻でエネルギー価格が急騰していたこともあり反動が出やすい状況でした 食品とエネルギーを除くコア指数は5.5%の上昇と依然として高い水準が続いていますこうした結果を受けて取引が始まるとダウは200ドルほど上げて始まりましたその後は買いが一巡するとマイナス圏に沈みましたその要因となっているのが債務上限問題ですこの問題が解決しなければ景気が混乱する可能性があることから景気敏感株を中心に売られています マーケットを動かす可能性があった主要な経済指標を消化した中でこの債務上限問題がマーケット関係者の動きを取りにくくしているようです個別銘柄では新興 EV メーカーのリビアンが前日の引け後に発表した決算が交換され上昇ただリビアンは第2のテスラ探しの中資金が集まっていた頃と比べると株価は10分の1程度に下落しています 2022年1月を起点にしてみると新興 EV メーカーの銘柄が大きく下落しているのがわかります生産体制が追いつかない上に景気後退懸念もあり販売台数を終えるのかが不透明となっています新興 EV メーカーは IPO やスパック上場で巨額の資金を得たもののこの状況下でどこまで体力が続くのかが注目されます